日本財団が推進する海と日本プロジェクト。私たち一人一人が海を守るアクションを起こすプロジェクトです。メンバーは県内の小学生21人。その名もサガンボ恩返し隊です。サガンボとはサメの切り身のことで、古くから栃木県に伝わる郷土料理。このサガンボに恩返しをすべく、自分たちができることを探します。そもそも海なし県栃木の郷土料理がなぜサガンボなのでしょう。まあ、栃木県の人にとっても食べることができる数少ない海の魚だったっていうのが一つ原因なのかな。茨城からはるばる運んできた魚だけど、もしかすると悪くなっちゃってるかもしれないよね。これは腐りにくい魚っていう、安心して食べることができる数少ない魚っていうようなことで、よく食べるようになってきてます。そんな栃木県ともゆかりの深い海がある茨城県を目指します。やってきたのは栃木海浜自然の家。まずは栃木県と海の関係について教えていただきました。皆さんの住んでいる栃木県から流れてくる那珂川についてもう少し詳しく見ましょう。川ってすごく大切です。海にとってすごい大切。川が運ぶ栄養っていうのは海の生き物を育てるとても大切なものです。だけどゴミですね。ゴミ捨てられちゃうとどういうことが起きるか。ゴミは川に乗って流れて、海はゴミが溜まっちゃいます。どうか皆さん、海のためにも川のためにもきれいにしてください、ね。また川が生物にとって重要なある成分を海に運んでくれることも学びました。鉄分は地球上で生きる全ての生物が絶対に必要な栄養。その通りだね。生物自体が、生き物が鉄とか磁石っていうのが必要だからって言って、そこにもう体の中に取り込んでってたんだね。川がいろんなものを実は山から削って、平地を削って海に届けようという一つの使命があったんだね。川が山や大地を削ることで取り込み、海まで運んでいた鉄分。現在は人間が堤防やダムを作り、川の流れを制限したことで鉄分を取り込みにくい状態なんだそうです。そこで海岸に落ちている鉄ゴミを集めて、川を通して海に返そうと考えます。子どもたちは磁石などを使い、鉄ゴミを簡単にたくさん集めるための装置を製作します。この中にマグネットが入ってて、これをキャップでやったらできた。網の中に鉄を入れる。これでいいかな。ここに磁石つけて、それで取る。やべえ。おお。早速海で試してみることになりました。子どもたちが自由な発想で考えた鉄集め装置、その成果は。本当だ、くっついたんだ。すげえ、ありがたい。あ、これも鉄だ。あ、ちょうどいい三角鉄だ。いいしかも。海岸には砂鉄はもちろん、釘や瓶の蓋など様々な鉄が落ちていることを知りました。夕食はバーベキュー。火起こしする人、野菜を切る人、みんなで協力して作る料理は格別です。うまい。外で食べるから、より美味しい。そしてバーベキューの後にはナイトハイク。真っ暗闇の中、ライトを片手に海岸を歩く子どもたち。昼間とは違う雰囲気の中、自然の中でたくましく生きる野生生物を見て、環境保全の大切さを実感しました。赤ちゃんと大人か子供だね。栃木では嗅いだことのない匂いとか、あとは聞いたことのない音とか聞けて、楽しいなって思ってます。栃木に全く海がないので、結構珍しい感じ。海見れるっていうのは貴重な体験だったので良かったです。初日を終えたサガンボ恩返し隊、明日も頑張ってくださいね。海と日本。